結婚とはそれぞれが違う生き方をしてきて違う価値観を持った者同士が一緒に生活をして家庭を築いていくというもの、えー、だからこそ結婚してみないとわからない相手のことっていうのはあるんですしかしちょっと待て結婚前にもそれ危ないよねよく見てみると分かることもある、えー、今日はですね こういう危ないところを持っている男性とは結婚をちょっと考えた方がいいかもしれないぞ、えー、そんなことを、えー、5つのポイントに絞ってご紹介をしていきたいと思いますぜひ最後までお付き合いくださいこんにちは小川健治ですこのチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています 動画はほぼ毎日更新しています。最新動画を見逃さないためにもチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しください。心から大切に思い、そしてこの人となら一緒に生きていける。そう思って結婚したにもかかわらず、途中でね、えー、おかしいことになってしまって、 えー、お別れになってしまう。まあお別れに、ね、なってスパッと切れるんだったらまだよくて、えー、別れることもままならずなんだかねこうとにかく苦しい状態だけがこう続いていくような結婚生活ってのはまあこれもう本当目も当てられないじゃないですか、えー、こんなはずじゃなかったのにその時にね、えー、思ってしまうこともあるでもちょっと待ってあの時確かにこういう違和感を感じていたよねあの時確かにこれは おかしいぞと思っていたよねっていうことも多くの場合ねあると思うんですよね、えー、だったらそうなる前に結婚する前にね、えー、ちょっとこういうポイントがあるお相手との結婚については考えた方がいいんじゃないかということについてね今日はご紹介をしていきたいと思います、えー、当たり前ですけど、あのー、結婚っていうのはねやっぱり100%、えー、一方の責任ということではなくてあなたにも、ね、それがうまくいかないのはあなたにも原因がある お相手にも原因があるんです。まあ、50対50ですよ。もちろん、相手がよっぽどね、えー、暴力を振るうとか、えー、暴言を吐くとかね、人として問題だというのは、まあ、これは全然論外ですけど、まあ、そうじゃない限りは、50対50というのが基本的な、えー、お互いの責任なんです。とはいえね、それでも、まあ、その相手の50%の部分でね、こうまあ、あなたにも責任あるから、あなたは別になも悪くないよっていうことじゃなくてね、あなたにも責任あるんだが、えー、それでもね、ここの、 ちょっと50%の部分で、えー、彼が持っていそうな責任の部分についてあらかじめ知っておいて、そしてそこを回避しておけば、まあ、おかしなことにはならないんじゃないのと、えー、いうことでのね、えー、5つのポイントになります。えー、まあ、中にはね、こう、不倫とか浮気とかね、えー、結婚してから浮気ばっかりするような、えー、男の人とかもいたりするので、まあ、そういうのも一つポイントに入れようかなとは思ったんですけど、それはそれでね、こういうもう過去に動画があるんで、えー、浮気しそうな男っていのは大体こういう男だったりしますから、まあ、ここをね、えー それに関しては、浮気しそうな男かどうかはこれをチェック。えー、過去の動画のリンクはこちらに出てますから、えー、こちらを見ていただくと、まあね、それはそれで浮気をしようが不倫をしようがいい男だったらいいんちゃうっていうことで、まあお付き合いするのもいいし、まあそれはそれでちょっとなったもんだったら考えた方がいいと。で今日はその浮気不倫とはちょっとまた別のね、角度から彼の行動という、えー、まあ日常にね、垣間見える行動や態度、振る舞いから ちょっとそれは気をつけた方がいいよね。えー、あなたがその人と結婚を考えているんであればね、まあ、ちょっと少し待った方がいいかもしれない。考え直した方がいいかもしれないというね、えー、お話をご紹介をしていきたいと思います。えー、言うまでもないことですが、これをね、一、えー、個でも当てはまってるから、その人はダメ人間かっていうそういうことじゃないし、結婚したらあやつかっていうそういうやつじゃないんだけど、そういう素養がある可能性があるんでね、えー、少し冷静に考えてみたらいいんじゃないのという意味での材料、 としてててね、えー、考えてみていただくといいいのでではないでしょうか、えー、ということで、えー、結婚するとやばい、えー、男が見せる5つのポイント、まあ、5つの、ね、チェックポイントをですね、一、えー、つ一つご紹介していきたいと思います。一、えー、番目はもうこれ言うまでもなくこれですね、えー、あなたが、まあ、彼というよりはね、彼自身ではなくて、えー、彼のご両親、えー、また親族、 とのコミュニケーションに違和感を感じたときには、これは要注意をした方がいいです。 え、ね、まあ中には別に、偽量心とかね、えー、親族なんていうのは、普段そんなに関わりを持たないから、別にそんなにね、大丈夫。その時その時うまくやれるから、なんて言ってね、えー、結婚する方もいますけど、まあその時に感じた違和感って大体当たってるんでね、あの、あ、これちょっとうまくいきそうにないなとか、ちょっと自分と価値観や、えー、ね、生活様式とか、まあ物物事に対するこう見方、考え方が、ちょっと とずいぶん違うよね、というふうに感じる人がいる、感じるときは、ちょっとね、やめた方が、ええー、と、やめた方がというかね、あんまり、ちょっと、もう付き合いの仕方っていうのを考えた方が、えー、いいかもしれません。後々ね、まあ、これは苦しいことになるんで。で、まあ、それでもね、まあ、いいやと。 思っていくんだったら、極力ね、まあ本当に、本当に極力ですよ。えー、距離をね、開けておくことっていうのを最初からね、えー、彼ともあらかじめ、えー、握っておかないと、後になってからね、えー、やれ、2世帯住宅だとかね、やれ、同居だとかね、やれ、家の近くにほら、 うちの近くに、ほら、家建ててあげるから、一緒に住みた、住みな、みたいなね、あの、ことをやられて、やたら、向こうのね、義理の実家と近くなったりして、で、あなたもね、向こうの実家の両親とちょっと違和感感じてるのに、そうなると、もう、これはね、ちょっと目も当たられない事態になることが多いので、えー、ね、まあ、彼のことは好きなんだけど、ちょっと向こうのご両親と、んっていうようなことがあるんであれば、まあ、一回ちょっと考えた方がいいし、それでも行くんだったら、えー、 極力ね、やっぱり距離が近づかないように、近づかないようにということを心がけておいて、それについては彼ともね、しっかり握っておいた方がいいですよということ。えー、ね、まあこれをご覧になっている方でもね、まあ議員のご実家の方といろいろね、大変なことになっている方もいなく、少なくないんじゃないかなと思うので、まあそういうことはあらかじめ、えー、最初からね、感じているようなのであれば、えー、考え直してみるといいかもしれません。さあ、そして2番目です。 まあこれもまた義理の良心ネタなんですけど、えー、彼の判断や決断の材料、えー、まあ決断の根拠が全て義理の良心に委ねられているということね。判断が常に義良心の判断によることですね。えー、まあ彼がね、何かにつけて、まあ一緒に住むにしろ、まあどこに住むにしろ、 えー、子供をいつ頃作るだとかね。えー、仕事をどうするんだとか。あ、それちょっと両親に聞いてみてからとかね。まあ、両親に確認してみてからとか。あ、ちょっとそれは母の意向を聞いてみないとわからんなとかね。まあ、もちろん、ね、向こうの家庭の事情もあるから、えっ、ー、と、それがね、正当な理由で、えー、例えば、なんか病気しがちだとかね。えー、まあ、いろんな事情があって、そうせざるを得なくてね、彼がそういう、まあ、えー、実家の方を 大事にする、それを調整するっていうことはすごくわかるんだけども、でもそれを飛び越えたところで、ちょっとね、そこまであなた介入することあんのと、えー、そこまで向こうのご両親の言うことを聞くこと必要あるということについてまで、えーと、彼が向こうに乗っかっているようだと、ちょっとこれもね、えー、注意をした方がいいと思います。当たっになってからね、やっぱりこう、結婚生活そのものが彼自身も結局ね、あの、もうあなた、 に対しててではなくて彼自身の向いてる方向が、ね、あなたじゃなくてやっぱり両親の方にね、えー、向いていて結果家庭生活そのものがやっぱりあんまりねうまくいかなくなっていくっていうケースが多いしまあそもそもねちょっとこう誰のための結婚なんだっていうところに立ち返ってみないと、えー、いけないんじゃないのっていうところでそれがね見えてないような彼だったりするとちょっと先が思いやられるので、えー、そこは気にした方がいいかもしれません。 まあこれは、えー、とあるあるというかね、えーとまあ、彼自身の問題としてあなたにはね、えー、ものすごく優しいあなたのことを愛してくれているのも実感する、えー、あなたのことを、えー、すごくね大切にしてくれているっていうことも感じているあじゃあこの人と一緒になったら大切にしてくれるんだろうなとね思うかもしれないけど あなたに対する態度とは全く別でね、あなた以外の誰か、えー、自分の利害関係のない誰かというかね、えー、特に、まあ、自分より立場が低い誰かに対して高圧的な態度。えーまあ、いわゆる上から目線みたいなね、えー、まあ態度が要するに悪い人ですよ。あの、まあ、ね、居酒屋の店員さんとかにね、 え、まタメ口聞いたりとか、上から目線で物言ったりとか、え、コンビニの店員さんなんかに対しても、ちょっとね、こう、態度が悪いような人の割には、あなたに対してだけ優しいみたいなね。え、こういう人ってつまりどういうことかっていうと、要するにあなたのことを大切にしておかないと逃げられてしまうからそういうふうにしてるだけだってね。自分にとって利害が関係ない誰かに対しては、そういう存在な対応をするわけじゃないですか。 じゃあ、あなたが彼の嫁になった、彼の奥さんになった時にどうするかって言ったら、もうあなたは逃げていかないという格約がそこでできてるんでね、彼の態度は表現することがまあ往々にしてよくある、えー。今までだったらね、あなたに対して存在な対応をしたらあなたに嫌われてしまうから、えー、そんなことないよ、俺はお前のこと大事だよなんて言ってるんだけど、ね、じゃあいざ結婚して、もう逃げられないっていう立ち位置になったらね、もう彼としてはあなたに、あなたのご機嫌を、 ね、取る必要は全くないわけだから、もうコンビニの店員さんとか、居酒屋の店員さんを扱うような存在な態度になる可能性が、えー、ある。まあ、これはね、本当に結婚してから豹変する男のあるあるでね、まあ、たいそういう人って、えー、ね、こう、自分より立場の上の人に対しては、 ね、こう、すごくいい態度を取るんだけど、やっぱり自分にとって、まあ、利害関係がないとかね、えー、自分がちょっと上の立ち位置になった瞬間に、やっぱりこう、威張るというか、高圧的になるような人というのは、まあ、大体結婚してからもね、結婚した瞬間にやっぱり違う人になりますよ。だから、まあ、ね、この人本当に優しくていい人はな私のことを本当に大事にしてくれてるし、と思って、それをね、ありがたいと思うのはいいんだけど、一方でね、彼は、他の人に対してもどうやっているかということを、ちゃんとね、見てあげた方が、 いいですよ。あのー、ね、あなたに対してだけ優しいんじゃなくてね、やっぱり誰に対してでもやっぱり気遣いができているかどうか、えー、利害関係なく当たり前のようにね、えー、人として、えー、当然の接し方っていうのをしているかどうかっていうことをちょっと見てあげていただくと、ね、あんまりこう持ち上げられてお姫様気分になってるのもいいんだけど、いやいや、ちょっと待ってよと、私お姫様扱いしてくれてるけど、この人他の人に対してはどういう扱いをしとるんだということも、えー、ちゃんとね、えー、見てあげてみてください。 さあ、そして、えー、4番目です。これもね、えーっと、分かってると思いますけど、えー、大事なこと、えー、お金のトラブルが多い人っていうのは、えーまあ、いろいろ危険がねつきまとうことが多いでお金のトラブルっていうのは、まあ、ご自分が借金をこさえてるっていうのもそうだし、まあ、自分の意図とね反してやっぱり誰かの保証人になってしまって借金になってしまったっていうこともそうだし自分が貸した金がね返、えー、ってこないで誰かに逃げられてるっていうこともそうなんだけども まあやっぱり得てしてそういうお金のトラブルが多い人というのはご本人がどんなにいい人でもねやっぱりちょっとその辺ね、えー、甘いというかまあちょっとずさんなところもあるし。 えー、あとは、やっぱりね、運気があんまり良くないというか、運気って言い方も良くないけど、そういうね、まあ、金運的な何かというか、どうしてもこう、お金に嫌われてるタイプの人っているんでね、えー、まあ、そういう傾向があったりするんで、えー、まあ、ちょっと後々苦労することが多いかもしれない。その人はどんなにいい人でもね、まあ、その分あなたが別にね、稼いで働いてもいいんだけど、結局あなたが稼いで働いた分のお金も、なんかね、えー、 おかしな使い方になっちゃったりとかねまあどっかで失敗しちゃったりってすることもあったりするのでまあそれも気をつけた方がいいのではないでしょうかさあそして、えー、5番目ですえー、っとまあこれはねまあ男の人にはあんまりないんだけどえー、っとでもこういう人たまにいるんでねこういう人がいたらちょっと気をつけた方がいいよというのは LINE が長い人ね LINE が長いの で、えっ、ー、と、あなたをやや、こう、やや束縛気味にしたりとか、まあ自分の思いの丈をね、つらつらとこう文章に送ってくるような男性というのは、まあ、なんでしょうね、こう、やっぱりこう束縛気質があるし、まあ自己承認欲求が強すぎるから、えー、あなたとね、こう、お付き合いをし始めてる間はいいんだけどね、やっぱりこう結婚して一緒になったりすると、まあ、結構、 こうな勢いでこう束縛をしがちというかね、常にあなたが彼の方を向いていないと許さない。向いているような素振りを示さないと、お前何やってんだと。どこ行ってたんだと。いうことで、まああなたをね、こう、がんじがらめに、えー、まあ縛り付けようとする傾向が強く。そして、それをね、ちょっとあなたが離れようとすると、まあそこからね勢い余って、まあいわゆるこう、モラハラ的なものになっていったりとか、まあ暴力的なものになっていったりとか、 ま、最悪の場合はね、えー、ま、ストーカー的なところに、まあ、あなたが別れたいと言ってもね、ストーカー的な様子に変わっていく可能性も、まあ、なきにしもあらず。 ということもあるので、えー、ね、こうやり取りを、日常のやり取りの中でね、なんかこう、まあ、言ってみるとね、これも言い方良くないかもしれませんけど、女の子みたいな LINE をね、こうずっと送ってくるとか、メールとかもね、視力自知を送ってくるとか、しょっちゅう電話をしてね、えー、コミュニケーション取ってないと落ち着かないんだみたいな男の人とかは、後々ね、大変になることが多い。まあ、もちろんね、そんなに頻繁に連絡くれたりとか、思いをね、こうやって文章なんか、LINE なんかで送ってくれると、嬉しいとか思ったりするかもしれませんけど、えー、その嬉しいがね、だん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 、 こうね、重くなって気づいた時にはなんかもう全身をさえで縛り付けられてたみたいなことになってしまうとね、えっ、ー、と、大変なので、いや、いいんですよ。別に私は縛り付けられるのが好きなんだと。その何が悪いんだっていう方は、まあ、それはそれで、ね、えー、どうぞという話だから、えー、ちょっと、いや、それはちょっと重いなというふうに考えるんだったら今のうちからね、えー、ちょっと対策をしておいた方がいいかもしれません。 さあ、えっ、ー、と、今日は5つご紹介をさせていただきました。えー、まずあなた自身がね、義理のご両親に違和感を感じた時というのは、えー、ちょっと注意をした方がいいですよと。そして、えー、彼の判断基準がね、常にやっぱり義,義理のご両親に基づくというか、義理のご両親のご意向にね、えー、乗っかって判断をするような男性というのは、これも気をつけた方がいいと。 えー、そして、利害関係のない誰か、あなた以外の誰かに対しての、えー、接し方、人としての関わり方にね、ちょっと問題があるというか、やっぱり高圧的だったりすることが多いと、えー、いう人は、後になってからね、えー、あなたがもう完全に彼のものになった後に手のひら返されて、えー、ものすごい高圧的な対応されることが多いので、お気をつけになった方がいいでしょうと。そして、えー、お金のトラブルがある人ね、えー お金のトラブルは、まあ、大体ね、いいことないんでね。あの、<laughs> まあ、ちょっと気をつけた方がいい。まあ、そこをね、隠してる方も多いと思うんだけど、ある程度こう、ちゃんとね、説明してくれたにしても、理由がはっきりしているとしてもね、やっぱりあんまりね、えー、おすすめはしたくないなというふうに思うので、まあ、お気をつけになった方がいいかもしれません。えー、そして、えー、最後は、ね、ラインが長いというかね、えー、っと、ちょっとね、こう、 いろいろ重たい人は、あとあと縛り付けられることが多くなるので、お気をつけになってみてはいかがでしょうか。ということで、1番から5番までね、ご紹介させてあげました。もちろん、お相手がね、いい人であるかどうかっていう意味では、多分ね、いい人だと思うんです。あなたが好きになってね、この人だったら、ちょっと結婚とかも考えてもいいかなと思うぐらいの人だから、確かにね、優しいんでしょうし、人間的にもいいんでしょう。社会的な地位もねしっかりあるかもしれない。しかし、冒頭申し上げたように、ね、 一緒に生活をしていく。一緒にね、家庭を作っていくという一つ壮大なプロジェクトを立ち上げて、それを進行していくパートナーとしてね、えー、考えたときに、果たして一緒にそれを成し遂げられる人なのかどうかというふうに考えたときにね、えー、まあ、今申し上げたようなポイントっていうのがあって、まあそのポイントをね、他の要素でリカバリーできればいいんだけども、まあリカバリー うん、ちょっと難しいなっていうのであるならば、もう一度ね、考え直してみてもいいのかなと思います。まあ、あとは、まあ、あなたとの関係性にもよるし、えー、お相手にはお相手の事情もあったりすることなので、個別具体的な問題っていうのはね、掘り下げていけば色い々ろいろあると思いますから、じゃあこういうケースはどうなんですかと。じゃあ今の彼はこうなんですけど。 ね、じゃあこういう場合はどうしましょうという、ね、細かいことはまた、僕のね、個別のセッションの方にでも来ていただければ、ご相談に乗らせていただける範囲でね、ご相談に乗らせていただこうと思うので、まあそちらにお越しくださいませ。まあ最後の最後はね、ご縁次第、まあご縁があれば結ばれるし、ご縁があればね、えー、さようならっていうのは、いつも申し上げてることなんだけども、まあご縁があるかないかもそうなんだが、でもそれ以上にね、先ほどから再三申し上げているように、やっぱり一緒に生きていくお相手、 っていうふうに考えたときに、まあ、そこにはね、やっぱりお金の問題もあれば、健康の問題もあるし、やっぱり日常の生活そのものを運営していく、回していくっていうことをね、これ一緒にやっていかなければいけない、協力してね、やっていかなければいけない相手であるっていうこともあるし、やっぱりお相手のご親族、ご両親との関係性っていうのもあって、えー、総合的に考えてね、えー、決めなければいけないこともあるので、まあ、好き嫌いということも大事ではあるんだけど、もう一歩先のところまで、えー、ちょっとね、考えを、 広げていただいて、えー、好きになってる時とかね、こう結婚とかでこう話が、もうそっち側にスイッチ入ってる時はね、見えなくなっちゃったりするんでね、えー、そういうところも一度ね、慎重に考えてみても、えー、いいのかなと思います。まあ、それでも最悪はね、ダメな時はダメで、ポーンとね、お別れしちゃえばいいだけっていう話でもあるんだけど、最初からね、見えてる時代を踏みに行くこともないんでね、えー、そこに時代があるぞって言ってんだったら、じゃあ、こっちの道に行こうって行けばいいだけの話なのに、まあ、本当はね、見えてる時代も、 時々ね、見えなくなってしまうことがあるので、えー、まあ今日のご紹介差し上げた、えー、5つ、ね、そこから何かあなたから彼を見た時にね、時代が浮かび上がってくるようであるならば、もう一度考えればいいし、えー、まあ時代がありながらもね、それをうまく回避してね、いけるんだという自信があるんだ,だったら、それはそれでもよしと思います。えー、ということで、まあ、 何かね、お役に立てることがあるのであれば、お役立ていただければいいのかな、ということで、今日のところはこんなところでしょうか。現場からは以上です。